はい、どうも、向井風の匠です。はい、ということで今回は僕の趣味であるタロットとか占いを趣味でやってるんですけれども、先月誕生日だったんですけど、森蔵くんとかカメラマンさんからあるプレゼントをもらいました。それがこちらです。じゃじゃーん。はい、ということで、家具職人の森蔵くんですね。ここに、はい、森蔵ワークスって書いてあるんですけれども、と、カメラ様たちから何やら箱をもらいました。はい、この箱、何の箱なんでしょうか。開けてみたいと思います。オープン。じゃじゃーん、占いボックス。はい、ということで今回ですね、森蔵くんが家具職人なので、誕生日プレゼントとしてこの占いボックスをもらいました。ちょっと中見てみます。部屋が3つに分かれてますね。1つ2つ3つで、小物が入れられたりとかする場所、これも取れるので大きさに合わせてできるのと、あとここにね、タロットカードとか置けますね。置けそうですね。と、ここが、一緒にね、水晶ももらったんですよ。な、水晶置き場とかね。そして何がすごいかって、これがこちら。じゃーん。はい、ということでここで占いができるわけなんですよ。まあ、ちょっとここガクガクしてますけどね。この辺はなんかこうなるから、ちょっと下にシールみたいな、スポンジシールみたいなの貼って下も置けるようにしますか。この部分だね。この部分で高さが上がっちゃうんで、いいじゃないですか。じゃあね、ちょっと早速入れていきたいと思います。まずもらった水晶ですね。これジャストフィート。ちょっとなんか傷つきそうなんで怖いんで、今ちょっとまだケースに入れておきます。この辺もね、スポンジとか貼ってもらったこの占いボックスをアレンジしていきたいと思うんですけど、ただこれが水晶を置くスタンドになるんですけど、こういうやつ、この上に水晶が置く。おー、いいね。あとこれももらいました。じゃじゃーん、砂時計。これが15分の砂時計みたいで、だいたい1回で占いで15分ぐらいで、これがこれで時間を把握できるという感じですね。なんか、ここが一番良かったです。もうちょっとね、この辺は調節していきたいと思います。はい、あとこちらが去年誕生日でもらった向かい風 TV ランタン。向かい風 TV って書いてあるんですけど。これもね、意外と占いするよりいいライトになるんですよ。惜しい。いいですね。もう早速壊していくスタイル。じゃん、手相占いのルーペ。これで手相を見れるらしいです。これで見やすくなるんでね。ちょっと怖いですね。この辺に入れていきますか。これを一緒に置きていく。あとこちら、お香ですね。今チャンダンのお香を用意しています。これは上にポイで置いとくか。で、今ちょっとお香を焚いてるんですけども、このミドルお香スタンドもこれに置けるかな。こちらのタロット、こうか。こうでこうかな、とりあえず。はい、という感じでできたんですけれども、この世界に一つだけの占いボックスをさらに世界に一つだけのものにしたいと思います。それが用意するものがこちら。じゃじゃん、向かい風シール。はい、こちらの向かい風のロゴにした、これ向かい風 TV の YouTube の URL、 QR コードちょっとこれに貼って、いいじゃんいいじゃん。で、この QR コードは後ろに貼ります。で、これでチャンネル登録も促しつつ占いもできると。
はい、でこの QR コードが本当に読み込めるのかちょっとやってみましょう。あ、いけましたね。この向かい風 TV のチャンネル、皆さんもグッドボタン、チャンネル登録お願いします。まだね、中とかはもうちょっとこの後クッションとかつけて調整していきたいと思います。はい、ということで今回は、プレゼントに占いボックスもらいました。イエーイ。でこのボックスですね、森蔵くん、森蔵ワークスね、はい、やってますので、概要欄にあのリンク貼っておきますので皆さんも見てみてください。ということで誕生日占いボックスもらった動画でした。皆さんもね、素敵なプレゼントあげたりもらったりしてみてください。それでは次の動画でまたね。バイバイ。